そう、あんたと食べるために持ってきたの。はい、あーして。え？あれ？私たち付き合ってましたっけ？え？なんか志村けんさんみたいな驚き方しちゃったな。こんにちは、茨と申します。初めての方はじめまして。特命ゲメマリオの続きからやっていこうと思います。1月10日月曜日からですね。いやー、七つ森くんとラブラブになったのかもしんない勘違いかもしんないというわけで続きからやっていこうと思います。デートに誘うか。イベントだ。あ、そろそろ植木のお手入れしないと。すごい、植木のお手入れもウェイトルさんしてるのかな、本当にすごいね、めっちゃ重労働。お、ナナ君だ。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。鼻の頭なんかついてる七つ森くんずっと思ってたけどさ、なんか動作の差分多くないなんかめちゃくちゃ動作多い気がするな、他のキャラと比べて。え、あー、土かな。なんでサテンの中にいて鼻に土がつくわけ。ごもっともそれはごもっともだわ。え、さっきお店の周りにある植木たちのお世話をしてたから、多分その時に。なる、道理で最近店先が綺麗だと思った。えらいえらい。あ、ありがとう。やった、褒めてもらえて嬉しいな。いや、褒めてもらって人は伸びてくのよ。いや、嬉しいね、褒められたらニヤニヤしちゃう。よし、念願のスケートデートですね。ちょっと一旦セーブします。さ、念願のスケートに着きました。外も寒い、中も寒い八方塞がりだだからずっと断ってたのね、ごめんねめちゃくちゃ嫌がってるね、うん、絵に描いたように嫌がってる。そんなに口こんな風に曲がるんだ、人って。そんなに嫌なんだね、ごめんね。でも多分ここが空いてるから寒いんだよ多分マフラー巻きな、ほんと。なんか眉間がいいって聞いたので、ポン。甘いものは大抵好き。うんうん、なんか情報ありがとうね。うん、ありがとうありがとう。さてと、あんた滑れんの。え、どれだろう。氷上のプリンセスと呼んで、転ばない程度は教えてほしいです。プリンセスって呼んで腰の引けたプリンセスだこと。ダメダメだったか。あ、なんかこれ確かさ、運動パラメーターがなんか関係してた気がするな。失敗は成功のもとっていうし、元気出しましょう、お互い。優しい。え、失敗してもフォローしてくれんの。なんかしかもさ、フォローの仕方が激うまくない。なんかこっちがなんかめちゃくちゃ気使わないように自然体で励ましてるのめっちゃいいな。いや、なんかいいもの見れたわ、逆に。あ、やめとこやめとこやめとこ。オッケーオッケー。今日はお疲れ。じゃあ、お疲れした。お疲れしたなんか確か運動パラメーターが何50だっけ。50以上じゃないとあれ確かダメだった気がするわ。そういやそういやなんか風間くんやってる時なんか調べた記憶あるわ。まあいっか、続きやるか。オッケー。さあ、例のあれですね、好きな子好きな子は誰だっていうやつですね。今回出会ってる人少ないな。七つ森くん。七つ森くんかな。最近ミノルくん変わったよね。え、あ、そうなの。そうそう、モデルの現場でももっぱらの噂。へえ、そうなんだ。なんで。売り出し始めた頃とはだいぶ印象が変わっちゃったけど、それが受けてるみたい。マリーのおかげかな。なんかさ、私が知らないミノルくんを二人知ってるよねミノルくん案外推しに弱いと思うんだよね。マリーファイト。ありがとうヒカルちゃん。私が七つ森くんを変えた。まあ、まあ、マリーは大体の人に影響力持ってるかな。お、七つ森くんからメッセージだ。ミチルさんとヒカルさんと何の話をしたの。あんたと仲良くしなさいって言われたんだけど近所のおばちゃんじゃんあんたもあの子と仲良くせんとみたいなやだな、うん、七つ森くんにお泊まり会でのこと話したのやめてくれよそっとしといてくれ。あ、七つ森くんの誕生日買いに行きます。なん、あ、出たよこの難題ね。難題のやつ来たわ。絶対迷うんだけど、プレゼント何がいいかな。冬、冬季限定のお菓子いろいろ、落とし物探知機、
照明付きスタンドミラー、うーわうーわとか言って、でも甘いもの好きだからお菓子でもいいと思うけど、落とし物探知機、落とし物するの結構私と一緒じゃん。照明付きスタンドミラー、うわこれ持ってそう、インスタライブとかするときに使ってそう。いやでもこれでしょ、おしゃれくんだからね。いやこれで喜んでください。七つまりくん、相変わらず声でか何そんな声でかかったかな。七つまりくんって呼んでないと思うけどなお誕生日おめでとう、これ誕生日のプレゼント。そりゃどうも、よく覚えてたな。あ、ななくんのファンだからねてれてれねえ開けてみて、どう？おお。え、どっちの反応それ、その眉毛はどういう感情だい？どうかな、えらいぞミッション大成功、やったそれってつまり、すげえいい、こういうセンスあるとこ本当に好き。うわサンキュー。結構好きって気軽に言っちゃう系男子だからね、ドキドキするわ悪い男やで、すごく喜んでもらえたみたい、よかった。いいね。さて今年もチョコレートを作っていきたいと思います。完成、とっても美味しそうできたできたと言っていいのかわからないこの出来いやもう分かんなかった、だから七つ森くん何が好きなのかよく分かってないから、まあまあいいかなと思ってちょっとゲームのキャラっぽくしてみて、あのでっかいマカロンがあるの忘れててしくったね普通に。まあでもポップになったからいいんじゃないか、ポップ好きじゃない、多分あの色がビビットと同じ色だからね、多分好きじゃないかなと思うのでこれでいきますどうやって箱に詰めるんだろうこれ絶対潰れそう。よし、じゃあ私に行きますか。あ、その前にデートだった、忘れてたデートに行きましょうか。デート博物館じゃなくて、どこに行くんだっけ、あ、動物園だ、動物園のリベンジをするんでした、忘れておりました。ところどころで止まっちゃうと思うけど付き合ってくれる？もちろん、リベンジさせてください、こちらこそうん、いい写真撮れるといいね。ん？よし、眉間眉間眉間を狙い撃ち、ポン。お腹空いたの？お腹はまだ空かないリアルの私は相当空いてる。あんたどんな動物が好き？うわうわ、ライオン、クマ、選べない、うーわどれだろう、私が好きな動物は、あー私何でも好きだな、動物だったら、まあ、鳥はちょっと怖いけど鳥以外だったら大体好き。どれだろう、ライオンはありきたりすぎるし、クマはってなりそうだし、選べないはいや選べよってなるだし、大王道にライオンじゃない、よいしょ、お一緒、ライオンの縦髪のシルエット、仕事の参考にさせてもらってるくらいだしあの奈々くんのあのツンツンヘア、そうだったの、知らんかったわ。あ、百獣の王を意識してらっしゃるんだね。あ、でもいいと思う、ナナ君のあの髪型似合ってるしね。あ、そうだった、あ、でもなんかあのときめまキャラクターが動物になるやつライオンだね、確か七つ森くん、そうだったわ、やったね、バッチリ好印象持っていきました、イエーイイエーイイエーイ。甘いものは大抵好き、何の自己申告やろそれ、いつも毎回ありがとうね教えてくれて、いや控えめに言って最高、いやこれで払拭できましたね過去の過ちを、よいしょ、いい顔してんねいい波乗ってんねみたいな言い方やめてもらっていい、いやいい、送る、もう遅いし、 ありがとう、ん、よいしょ、ポン、ほらついてこい、頼りがいがあるな七つ森くんは、かっこいいな、お、ありがとう送ってくれて、どういたしまして、うわなんで毎回ビビっちゃうんだろう、なんかせめて女の子みたいにさキャーとか言いたいな、うわーってホラーゲームなのよ、よいしょ、えいくぽっ、腹減りすぎたか、腹なんでその腹減ってる顔してんのかな、私ごめんね、なんか飢えた目をしてて、よいし
じゃあ、ああ、はいはい。素直に楽しかった。またよろしく。ありがとうございます。よかったね。じゃあ、2月10日、バレンタインデーを渡して終わろうかな。とりあえず、セーブをして。さ、本命チョコは、七つ森くん、君に決めた。ポケモンみたいに言っちゃったな。七つ森くん受け取ってくれるかな。どうだろう、ワイルドじゃなくてよかったかなってちょっと思ってる自分もいる。ポップでよかったかな。よ、もしかしてあれ闇の取引かあれってこれです、バレンタインのチョコレート。あ、手作りじゃん。うまいうまい。え、あ、反応鈍いけど、あれあんまりお好きじゃない。七つ森くんの好みになってればいいんだけど。好き、このトッピング、俺の好きなやつ。本当だったらちょっと美意識疑うけどな、モデルとしてあれは結構失敗作だったけどな。まあよかったよかった、喜んでくれたなら。結構好きって気軽に言っちゃうのドキドキするな。本当、あ、本当よかった。柄じゃないけど、これは家族に自慢してから最高にいい気分で食うわ。かわいい、サンキュー。家族に自慢すんの、あの失敗作を。やめてくれよ悲しくなるわありがとうね、でも喜んでくれてありがとうね。うん、嬉しいわ。うんよかった、喜んでくれたみたい。ちょっと動揺がすごいわお、小腹が減ったな。なんか七つ森くん成長期だね。ずっと腹減ったかってこっちに聞いてくるし、成長期だな。え、お昼からまだ1時間しか経ってないのに。小腹の方だけだって、甘いものが恋しい。甘いものね、時々食べたくなるよね、チョコレートとか。私のカバンにおやつがあるけど食べる？食べると言いたいところだけど大丈夫。ほら。え、何？干し肉でも食ってんの？それは新発売のフルーツジュレが入ったチョコ。え？フルーツジュレが入ったチョコ？フルーツのジュレが入ったチョコ。え、そんなのあんの今私いつもガーナのチョコレートを板チョコしか食べないな。そう、あんたと食べるために持ってきたの。はい、あー、え、え、あれ私たち付き合ってましたっけ。え、うえなんか志村けんさんみたいな驚き方しちゃったな。うえいや、ちょ、え、え、あ、あ、あ、う、う、うん、あ、あ、あーん、うわ、え、ちょっと恥ずかしいけど、はーん、え、イバちゃんもよく開けるないいか、写真撮りたくなるな。七つ森くん、お主やりおるな。もう七つ森くんの意地悪何びっくりしてんの、当然の反応だよめっちゃびっくりしてるじゃんかわいい , 笑顔が間近で見れてかわいいな。私も今の驚いた顔撮っちゃえばよかった。うわ、なんだ、見つけた。なんだ今度私をときめきで殺す気かえ、なんだ何、今度はどうしたの。今度の日曜日、予定空いてる。あ、開けまくってる。うん、なんかちょっと怒涛で来られると。ちょっと商店街でもぶらついてみる。結構いろんなものがあるぜ。うん、行くけどさ、怒涛でちょっと来られるとちょっと心臓持たないからゆっくり来てほしいな。うん、行く。よし、当日はどうする。じゃあ駅前広場でどうかな。オーケー、日曜日寝坊しないように頑張る七つ森くんかさ。言うね、心配ご無用だ。じゃいいね、なんか楽しそうだね、二人デートに誘われちゃった。よし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 、デートに誘ってもらうまで発展したぞ。う、え、ちょっと連続で来るのやめてもらっていい？やめてもらっていい？バレンタインを渡して終わろうと思ったのに。いらっしゃいませ。あ、風間くん、結構様になってるな。風間くんでした。風間くん、しかもその格好シモンのバイト中だね。あ、風間くんどうしたの。俺もシモンのバイト中、店長に来客用のケーキ頼まれたんだ。そうなんだ。なんか風間くん見ると毎回浮気してるような気分になるんだ。なんでかな。はい、テイクアウトですね。受けたまりました。お待たせしました。いいセンスしてんじゃん。サンキュー。
じゃ、頑張れよ。うわー、風間くん、かっこいい。ありがとう。うん、風間くんもね。いや、爽やかだわ。あれ、そういえばシモンの近くにもケーキ屋さんあったけど。毎回それ。いやー、よかった。いい。うっす、七つまりくん。よ、待ってたんだ。一緒に帰ろうと思って。ね、どうした？あのチョコレートそんなに美味しかったの？なんか怒涛のように来るじゃん。うん、一緒に帰ろ。お茶、いや、まだ早いか。いや、まだ早いな。一緒に帰ろう。なんでそんな嬉しそう。七つ森くん、照れちゃう。かわいいね。どうかした？いや、なんか、一人幸せってやつ。行こうぜ。かわいい。あんなチョコレートの効果かな。ありがとう、チョコレート。お、七つ森くんと楽しく飛行した。よかった。いやー、怒涛のような一週間だった。というわけで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また続き見ててくれると嬉しいです。イバラでした。ここまで見てくれてありがとうございました。投稿は、2日投稿したら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。ゲーム実況の他に歌ってみたや声劇朗読何でもやっていこうと思います。もしどこかで見かけたら、その時はどうかよろしくお願いします。